なのでね、ルペスも最初、もうすごくね、いい面ばっかりが。WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV ご覧いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは、誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いしまーす。行くぞ。ニューウェブ予選ウエストカー。はい、ということで今日はですね、まあ、外も寒いですし、お見せできるような施工を控えている車もないので、部屋で、トークというかね、そんな風な動画をお送りしたいと思います。2021年になったってことで、今日は僕が今どんな感じでね、車を磨いているのか。まあ、その車磨きをやっていると、結構こう、昔はやらなかった方法を試すようになったり、逆に昔は試してた方法を今は試さなかったりっていう、こうね、正解がないんですよね。まあ、その中で、僕が今の現在で、こういう風に磨いてますよっていう風なね、お話をさせていただければなと思います。で、これはあくまでも僕自身の意見なので、多分ああでもないこうでもない、俺はこうしている、私はこうしているっていう風なご意見いろいろあると思います。であって当然だと思うので、まあもしですね、まあこの動画を見終わって俺はこうしているぜみたいなね、方法がある方ぜひコメントしていただければと思います。で、まあ前提として、今日今からお話しする車の見合い方っていうのは、あくまでもしっかりですね、こう初期研磨から最終研磨、最終仕上げまで磨く場合のね、工程のお話になります。車の状態によってはね、最後の仕上げの磨きだけだったりとか、まあ中間ぐらいの磨きからだったりとか、いろいろあるんですけど、そうではなくて、もう最初から最後までね、1台しっかり磨く場合の磨き方についてのお話をしていきます。さあ、行くぞ。まずね、初期研磨、最初の粗い磨きについてなんですけど、使うポリッシャーはルペスかギアアクションですね、を使うようにしてます。で、まあ具体的なモデルでいくと、僕持ってるのはルペスは LHR の15の Mark3 なので、それかギアだとコンパクトの G150N かなになります。僕の動画ずっとご覧になっていただいている方は、まあ、ルペスじゃないのかなと思われている方もいらっしゃるかなと思うんですが、ルペスはですね、確かにすごくいいです。まあ、何よりも早いし楽なんですけど、水平なね、パネルを磨くにはものすごくいいんですよ。例えばルーフだったりボンネットで、ボンネットもプレスラインが入ってないボンネットですね、1枚の水平なパネルのボンネットとかだとものすごく早いんですけど、逆にですね、R になっている部分、しかもその、外側の R になってるんじゃなくて、こう内側にこうくぼんでるような R になっているところは、先がね、変身、触れるので、特に見分けるモデル、LHR の15だったり21っていうのは、先がこうものすごく触れるので、くぼんでるところはね、こう際がものすごくね、見分けにくいんですね、僕個人的には。こうどうしてもこう頭が触れるので、うん、思ったところに当てれないというか、いらないところ叩いたりもしますし、っていうので、そういう風なね、R のところを磨くのは、僕はギアの方が、自分の中では今いいなと思ってて、なので、初期研磨部分によって、ルペスとギアをね、使い分けているっていう状態です。バフはもちろん、ロングールですね。ロングールを使うようにしてます。で、コンパウンドは、僕普段使ってるのは、まあ、ザワンのね、メサイヤを初期研磨で使ってるんですが、僕 3M も好きなんで、3M 相当で行くと、ハード1か、あとウルトラフィーナだと5949ですかね、が初期研磨のね、コンパウンドで当たるかなと思います。で、シングルアクションを僕が初期研磨で使うことは、今はもう全くね、ありません。はい。シングルを使うのはヘッドライトのみですね。くらえ！続いて、中間研磨ですね。中間研磨なんですが、こちらもポリッシャーは2種類です。両尾じゃない。ルペスのダブルか、コンパクトのギアか。この2種類ですね。で、この2種類の使い分けっていうのは、1回目、
初期研磨をルペスでやったところは中間研磨もルペスで行くし、初期研磨をギアでやったところは中間研磨もギアで行くというふうな感じで使い分けるようにしてます。で、バフはウレタンですね。はい。でウレタンも柔らかさとしては、まあ、僕は基本的に打ち上げ寄りのもう柔らかめのやつしか使わないんですけど、ルペスを使う場合はルペスそのものに結構パワーがあるので、ちょっとね、柔らかすぎるウレタンバフだとしんどいと思うんですね。まあ、バフがポリシャに負けちゃうみたいな感じになってすぐボロボロになったりするの で、なんでルペスの場合は若干固めのね、スポンジバフ、ウレタンバフを使われる方がいいかなと思います。で、コンパウンドはザワンでいくと2工程目もメサイアでいって 3M だとハード2、ウルトラフィーナだと5969というあたりが中間研磨向けのね、コンパウンドになるかと思います。僕もね、まあメサイア使うことが多いんですけど、まあ場合によってはハード2をね、ここで入れて磨いたりもします。やるじゃないか。で、最後最終研磨ですね、仕上げ研磨になるんですが、ここはポリッシャーは無料日ですね。初期研磨、中間研磨がルペスであろうがギアであろうが、もう最終工程は無料日の RSA の1250です。まあこの時点でルペスを使おうがギアも使おうが、まあ両尾で消せる目になっているので、多分目がね出てない場合もあります、カラーによっては。なので、最終研磨、最終仕上げをやる場合は両尾の RSE の1250ということになります。で、使うバフはもちろんウレタンバフですね、仕上げ向けの柔らかいウレタンバフで、コンパウンドはザワンだとセイバーで、 3M だともうここはね、まあ、のグロスアップコンパウンドをですね、ウルトラフィーナのを使うようにしてます。はい、ということで今日はですね、僕が今行っている磨きの具体的なね、ステップ、初期研磨から最終研磨の道具についてね、お話をさせていただきました。この工程を全て踏めば、まあ、初期研磨から最終研磨まで行うので、ある程度ね、どの状態のボディでもカバーできるということになります。ただまあ場合によってはね、初期研磨省いて中間研磨から始めたり、もしくはもっとね、綺麗な新車のボディとかだと、まあ最終研磨の工程だけだったり、またまた、もう磨く以前の問題のボディですね。もう傷が深すぎたり、クリアが入ったり、っていうようなボディは、そもそも磨いてもね、綺麗にならないので、いろいろそれは、状況によって使い分けたりはするんですが、まあとりあえずのね、一般的な磨きのステップっていうのは、今日ね、お話ししたような工程で、僕は今はやっております。なのでね、ルペスも最初、ものすごくね、いい面ばっかりが目立ってたんですけどね、やっぱこうずっと使っていくとちょっとそのマイナス面も出てくるっていう、やっぱそのキワはね、磨きにくいですねと僕は思うんですね。キワだったりくぼんでるところですね、 R になってるところなので、そういうところは、まあ、僕はギアの方が好きですということになります。で、ルペスの中でも僕一つ気になってるモデルがあって、それがBR の112やったかな、まあ、サンダーみたいなやつなんですけどね、その変身幅自体は多分12ミリでそんなに大きくないんですけど、回転数がものすごく高くて、まあ、研磨力だけでいくならそれが一番上だみたいなね、意見とかもよく聞くんですが、それはねちょっと気になっているっていうところもあるんですが、ただそれでも12ミリ増えるとやっぱりね、本当のキワっていうのは気になると思うんですよね、その変身がね。はい。なので、そうなるとやっぱりギアの方がいいのかなとも思ったりもしますし、はい。まあね、皆さんいろいろご意見あるかなと思いますので、ぜひですね、自分はこんな方法でやってるっていうのを、コメント欄でね教えていただければと思います。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問や問い合わせ等は SNS の方からでも受け付けしておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ニューヘア。
皆さんで、その、まあ皆さんで情報をシェアできれば、まあ技術のね、皆さんで情報でき、ピッピーじゃないわ。まあ物によってはね、ざーっと磨いて、うん。5キロ、5キロやったっけ。で、